皆さんこんにちは。歯学部1年生から6年生の定期試験 CBT 卒業試験国家試験ですねのマンツーマン個別指導スクール東京レンタルスクールの岡田です。本日はですね DIC 発生血管内凝固症候群ですね、こちらについて、講義していきます。通常ですね、例えば怪我してしまってですね、出血しますよね。そして血液が固まります。このようにですね、通常あるわけなんですけども、こちらの病気はですね、こちらの通り、例えばですね白血病とか、もちろん悪性腫瘍もなんですけども、あと敗血症とかですね、あと産婦人科的な、疾患ですね、特に上位胎盤の早期剥離ですね、こういったものなどですね、さまざまな基礎疾患ですね、ある患者さんで全身的にですね血液が、固まってしまうんですね。例えば今みたいに怪我した時っていうのは一部、出血してですね血が固まるっていうのは通常なんですけど、全身で、こういう微小の血栓ができてしまうんですね。その時にですね、多くのそのフィブリノーゲンで、とかですね、血小板、凝固系の因子ですね、こういったものを、全部使ってしまうんですね。もう全身的に血が固まりますんで、こういうさまざまなですね血液を固まるものを使ってしまうんですね。その後ですね、そうするとですね、なくなってしまいますよね、そういう凝固系の、物質ですよね。するとですね、今度逆に出血してですね多臓器不全になってしまうんですね。まずここまでですね、重要なキーワードっていうものが DIC はあるんですね。この基礎疾患というのがまず一つ目ですね。この先ほどの、産婦人科的なですね疾患含めて、例えば白血病ですね、このようにですね何か基礎疾患がある場合に、起きますということですね。これがよく試験にまず出る。でそしてですね、実は DIC っていうのはですね、一言で DIC って言ってもですね、実はいろんな病態があるんですね。そのため例えばですね、血栓ができやすい病態とか、で出血しやすいとか、いくつかそのパターンがあったり、今後紹介するですねものはあくまで試験的なもので、臨床は様々なんですね、一部ですね異なったりとかいうこともあるんですけども、ポイントはですね、このようにですね、かなり、全身的になってですね、多臓器不全になってかなり危険な、病態になることもあるということですね。ではですね、実際にテストよく出やすいところ、ご紹介していくんですけども、こちら先ほど、簡単に、ご紹介しました。全てですねこちら、使い果たしてしまうんですね。そのためこの結晶のフィブリノーゲン濃度ですね、フィブリノーゲンはトロンビンによってフィブリノーゲンがフィブリンに変えられて、それでですね血小板とともに止血するんですけども、このフィブリノーゲン濃度が使ってしまって下がるということで、この下がるというのが重要ですね。で血小板も下がります。で凝固系の因子も下がるということですね。血小板がですね減ることによってこの出血時間は、延長します。そして凝固系の因子が、こちら使ってしまうことによって凝固時間ですね、こちらは延長します。するとですね、プロトロンビン、APTT ですね、こちらともに延長するんです。これポイントはですね、結構ここで覚えるときにプロトロンビンと APTT ですね、これ両方延長するってしっかり覚えないといけないんですけども、間違えてしまったりするんで気をつけてください。最初にご紹介した通り、実際には DIC はですね様々な病態があるので、実際例えばこれはあくまで試験用で一部異なったりすることもですね臨床上はあったりするんですけど、試験的には、一般的にこのような形です。そしてですね、今度血液この固まった後ですね、分解産物というものができます。こちらある通りですね、 FDP ですね、フィブリン・フィブリノーゲ分解産物、つまりこういったものは増えるわけですね。使ってしまった後の分解産物は増えるわけです。 D ダイマーも似たようなものですね、こちらも増えます。実際 DIC っていうのはですね、こちら治療はじゃあどうするんだということを一部ご紹介しますけども、こちらポイントはですね、基礎疾患なんですけどね、先ほどの通りですね、例えば産婦人科的な疾患、上位胎盤早期剥離とかですね、例えばこういったものですね、例えば妊娠後期にですね胎盤が剥がれてしまうんですね。胎盤剥がれてしまうとですね、お母さんこれ出血しますよね。それでですね、子供もですね胎盤剥がれてしまうわけですね。そうするとお母さんも子供も危ないわけですね。こういう病態の時に DIC は起こり得るわけですね。つまりですね、そういった時は、その基礎疾患の治療もかなり重要ということがあります。またですね、薬はいくつかあるんですけど、代表的なものとしてですね、こちら病態によって使い分けたりするんですけど、
ヘパリンとかですね、合成プロテアーゼの阻害薬による治療が、行われたりします。今回はですね、DIC について、発生血管内凝固症候群について、ご紹介してまいりました。東京レンタルスクールではですね、1年生から6年生の定期試験 CBT 国家試験、週1回2時間や3時間で、例えば学校終わった後とかですね、土曜日、日曜日、祝日、こういったもので対策を行っています。全国から東京においでいただいたり、またはマンツーマンの性の講師陣とですね、オンラインで全国どこでも、定期試験や CBT 国家試験など対策をすることができます。またですね、自宅学習で全ての科目が1冊になった「しからび」という本を執筆させていただきました。1冊にまとまってますので、普段から持ち歩いてですね、例えば大学2年生とか、この科目は実際国家試験にはどういうところ出るんだろうとか、そういう一つの道しるべとして低学年から使ったり、 CBT とかですね、あと卒業試験とかですね、国家試験、各大学それぞれ特色があったりしますけども、こちら国家試験としてですね、スタンダードはどういったところを抑えれば、まあ、司会していけんだろうというようなものが一冊にまとまっています。こちら、かなりですね、人気の方を、いただいてまして、こちらですね、カテゴリー1位をいただいたこともあります。こちら全国の書店に並んでおりますので、こちらですね、全国の書店、またオンライン書店などで、ご購入いただければ幸いです。また臨床実地の問題集やですね、また専門題集など、東京レンタルスクールでは、様々なですね、書籍も、発売しております。ぜひ一応ですね、東京レンタルスクールのホームページをご覧いただき、また何かあればですね、ご相談の方いただければと思います。東京レンタルスクール、岡田でした。